坂畑さん、そしてここから本当に連絡も何も。神竹さん、そんな感じでヤスさんから3回目の PDR さんタグが回ってきたので早速やってみたいと思うんですけど、私はもうやっちゃいましたし、俺もやったしな。もうこの前やってもらったもんね。そりゃそうと、これは着払い払っといたで。じゃあ今回は透明人間さんということで、透明人間さん、透明人間さん、ちょっとブラジルの人と違うねから、そんな呼び方せんでも聞こえてるよ。あ、ね、そこにいた、透明になってたかわからんかった。それでな。わかった、やる。早っ。オッケーオッケー。何それ、ずっと持ってた。うん、3回目回ってきたらもう絶対美味しいなと思って。はい、ほんならいくよ。第1問、ユーザーネームの由来は？はい、第2問、好きな季節は？理由は答えにくいんですが、夏です。ああ、もう前までそんなこと言っても、ちょっとそれで言わんでいいから。はい、次いきますよ。第3問、嫌いな食べ物は？フォアグラとキャビア。嘘つくなって、食べたことないくせに。てへっ。はい、はい、で、どんどんいきますよ。はい、第4問、好きなキャラクターは？戦隊戦士サンデッド。おお、レッドさんいいね。はい、じゃあ次最後、第5問、好きな所有物トップ3は？そうやな、俺寒がりやから、第3位はこのエネループ回路かな。それでね、2位はね、このサンレッドのフィギュア。それでお気に入りアイテムの第1位はやっぱりね、このサングラスだね。そうか、それ似合ってるもんな。っていうか、でもそれなかったら顔全部透明やん。ほな、もうええやろ、いくで。ちゃんと編集しといてな。うん、ありがとう。もういった。はい、そんな感じで今回は透明人間さんに登場していただきましたが、この大成 TV では PDR さんタグは3回目ですので、もうこれ以上回すのは控えさせていただきたいと思います。はい、そんな感じで今回は PDR さんタグが回ってきた3回目でした。大成 TV